んにちは。3月18日火曜日午後の FX フラッシュです。 Forex TV ジャパンの高畑がお送りします。平日のこの時間は今日一日の東京マーケットの値動きと為替の今後の動向を読み解く上で材料となるトピックについて解説します。それではまず今日の東京市場の一日の値動きを見てみましょう。主要通貨ペアのドル円、ユーロドル、ユーロ円、ポンド円はご覧のレンジで動いています。昨日のニューヨーク市場から今日の東京タイム朝方にかけてのドル買い戻しは落ち着き、東京市場オープンしてからは各通貨ペア狭いレンジ内で揉み合っています。今夜の欧米市場では重要な材料が目白押しです。まず夕方6時半にはイギリスの CPI 消費者物価指数が発表されます。先月はマイナス 0.7% でしたが、今回の予想は 0.8% です。その後夜8時にはカナダの CPI 消費者物価指数が発表されます。去年は 2.2% でしたが、今回の予想は 1.8% です。またニューヨーク市場に入るとアメリカの証券会社大手リーマンブラザーズとゴールドマンサックスの第一四半期決算が発表されます。アメリカの経済指標も PPI 生産者物価指数や住宅関連の指標が発表されます。今夜はこれらの材料による相場の動きに注目してください。以上、午後の FX フラッシュを終わります。この後 PM テクニカル分析は夕方6時頃よりお送りします。